待って。させていただいてます。よろしくお願いします。先日ちょっとお話ししておりましたこの2人ですが、まあ、結論から言うと、購買成功しました。ちょっとドラピ君がまだまだお子ちゃまなので落ち着きがなくて大丈夫かなと思いつつ、ちゃんと男になりました。妊娠するかどうかっていうのは正直分かりませんが、とりあえず第一関門突破、まあ、後輩は成功したということで、その様子は改めて、ね、動画でアップ、今回は撮れたのでアップさせていただこうかなと思います。まあ、そうですね、リアンとかリクはやっぱりちょっと繊細とかデリケートなので、デリケートなので、動画撮影すると、やめちゃったりとか気使っちゃってやらないもんですから、なかなかあれなんですけど、まあラピス君、初めてというのか幼いというのもあって、無我夢中で頑張りましたんで、まあ、その様子を見ていただけたらなと。僕らもそんな成功するとはそこまで思ってなかったんですけど、まあ、成功したのでびっくりっていう感じで、成功しなかったらそれでまた次回かな。まあ、なのでとりあえずどうなるか分かりませんが、一応その緊急のご報告ということで動画を回させていただきます。また詳しい事情とは内容とは追ってご連絡させていただきますんで、今後ともよろしくお願いします。では、はい、失礼します。ママ、はい、失礼します。バイバイ。とりあえずお座りして。はい、お座り。待て。いや、無理だ。みるみる成長してすごいね。昨日できんかったことが今日できた。